こんにちは、関谷かえです。昨日ね、窓みちおさんの詩にメロディーをつけてみるっていうのをやったんですけど、今日はすでにメロディーつけられて動揺となってる詩に私も同じようにメロディーをつけてみようかなと思って、で、聞いたことないやつ、一回耳にしたことない詩に対してつけてみ、メロディー自分でもつけてみて、もう既存であるものとどう違うのか、それをですね、比べてみたいなと思います。比べることで学べることがありそうな気がするということで、やっていきます。ヤギさん郵便、白ヤギさんからお手紙ついた。黒ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないのでお手紙書いた。さっきのお手紙ご用事なあに。黒ヤギさんからお手紙ついた。白ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないのでお手紙書いた。さっきのお手紙ご用事なあに。はい、こんな感じでできました。じゃあ本物を聞いてみましょう。これが本物ね。これが私ね。この山の形。山の形ちょっと似てないですか？なんだろうな。何が違うんだろう。ちょっと待って。一個ずつ見てみよう。まず最初のブロック。もっと滑らかなんだな。本物の方が。ファを使ってる？ファは使ってんだな。シは使ってないけど。なんか私のやつの方が田舎っぽい。なんかもうちょっと昔のやつっぽい。やっぱそれはファがないからかもしれないけど。
レで終わってまだ続くよって感じ出してますよね。ちょっと違いをつけてると、あー、だからこれも本当はドで終わらずにレとかの方が次行くよ感があってよかったのかもしれないな。ちょっと修正版、一番高い音を使って盛り上がりやってるんですよね。それは私も一緒だ。またドで終わってんな。レで終わる方が次つながるっぽいんだよな。これもレにしとこう。修正版。最後。なんか元の曲は本物は。1回目と2回目となんか似たような雰囲気があるんですよね。でも私の曲はそのいきなり4回目だけ全然違うメロディーなんだよな。まあ別にこれが間違いってわけじゃないか。でも童謡としてはちょっと複雑すぎるのかもしれないな。結構似てんな。似てるというかいい線いってるような気もするけど、どうすかね。ちょっと直したやつ聞いてみよう。あのドで終わってる部分の2回目と3回目の部分をレで終わってみました。この3回目ドでいいかもな。ちょっと元のやつね。修正版、ここをレにしたやつ。やっぱなんかこう起承転結感がある感じ生まれましたね。レ入れることでドに毎回帰結しちゃうとつながっていく感があんま生まれてないのかもしれない。結局違ったのは本物ってか、まあ、すでにある作品先輩のやつはもっとこう滑らかで、1回目2回目3回目で変化があって、やっぱ4回目でやっぱちょっとまた戻るみたいなところがあるけど、だからもう全体的に完成度高い感じありますよね。ちょっと難しいかもね。歌いづらいかもしれないですね。童謡としても出てるやつはもうちょっと歌いやすいですね。滑らかだし、こうストレスがなく歌える感じ。私のやつは何回も練習しなきゃ歌えないって感じになってるかもしれない。まあでもその辺ってもしかしたらたくさんこう作っていく上でこう身についてくるものなのかもしれないですね。いやでも面白いですね。ということで今日はこんなところで。 See you tomorrow.